もお世話になっています。ヒロです。今日は、視聴者様からの要望がありました。現環境で使用できる、エーススペックのカードの、フリマアプリでの取引相場を調べ、ランキングにしました。プライムキャッチャーは初動に比べ、安くなりましたが、他のカードと比べると、高いままですね。この動画を見てよかったら、高評価とチャンネル登録をよろしく、お願いいたします。それではご覧ください。